オリンピックのメダルが伝統工芸の技を使って作られていると聞いているので、とても楽しみにしています。あとは、自分自身はオリンピックは遠い存在なんですけれども、一ファンとして観戦するのがとても楽しみです。あとは外国の方が多くいらっしゃると思うので、静岡の産業をたくさん見てもらえたらとても嬉しいです。